イエース不動産のおにおむしことをさわしげみです。さて、宿題です。この宿題はね、やった方がいいです。やらないとね、その次以降の動画を見たときに、あれって。 なんなんだろうなーってなるわけです。つまり、実践を伴わないで話を聞いていても何も理解できないってことなんですね。で、あのここまでの話を聞いてみた上で、この宿題をえ簡単ですからね、やってみると、おお、なるほどと、ちょっとね、見えてくるものがあるので、ぜひやってみましょうということで、じゃあ、どんな宿題なんですかってことで、ね、宿題、物件を探してみましょう。 あの今ねどこに住んでいらっしゃるか、まあ、人それぞれだと思いますけれどももう自分が住んでるところでこの辺だったら何かいいんじゃないかなこの辺ちょっと興味あるんだよねとかっていうそういう地域がエリアがねあると思うんですよそのエリアを探してみましょう。でまず、ね、この顕微屋 まあの健康の県に美しいに家って書いてンビアっていうサイトがあります、まあ、そこで、ね、これを探してみて、えー、検索してやってみてください別でもね落町でもあのアットホームでも何でもいいんですけどンビアでまあやれば、まあ、とりあえずまあ一通りあの機能が揃ってるので、まあ、今回はここのサイトを使ってまあ説明していきます。 ままずエリアを入れます、まあ、希望の自分のところですね、東京近郊だったらね、あの港区なんて入れてもいいですけど、まあ、ちょっとねあの、かなり本来の価格よりも割高な、本来の価格っていうのは、その物件が稼ぐ力っていうことですねあの、売却益を狙ってね、あのここはあの土地が上がるんだみたいなところ、ピンポイントで狙ってもいいんですけれども、まあ、今回はそういうのではなく、その物件が恒常的に毎回毎回稼いでいく力によが、その物件の稼ぐ力です。 それに対して安い、安いっていうのは例えば利回りがまあ15%とか12%とかですね、まあ、そういったようなもので、それをさらに安く買うことによって、利回りが20%とかですねでそこ、そこからさらに物件の価値を高めて、みんなから選ばれる物件にしていって、満室にしていくことによって、まあ、物件ね、あの利回りが25%なんていうふうになっていったりします。 あの単価がねあの、例えば5万円の賃料のところが5、6万円の賃料とかで貸せるようになってくると、これ実際になるんですよ、地方とかだ,とだってそういう物件が、みんなが住みたい物件が周りにないわけですから、ないのにそこに2万人も5万人も人が住んでるわけですねみんなそこに住みたくて、住みたくてしょうがないんです、何らかの理由で家族とか仕事とかそういう、ね、あの理由で、工場がここにありますとかね、あの介護でここに住まなきゃいけないんですとか、そういう理由でそこに住んでるんです、住みたくて。 ね、みんな都会に住みたいわけじゃないんです。そういうところに住みたいんです。にもかかわらずいい家がないんです。だったらいい家を提供してください。そこに生み出した価値の分だけあなたが、えー、実際にお金という体価を手に入れることができるわけです。ということでですね、まあ、あの自分でそれどこでもいいです。あの人口がね、まあ、1万人とか5万人とか住んでる街だったらどこでもいいと思いますよ。で、あそんなね、都民の中でそんなに人が住んでないんですっていうところでもやっぱりその 人が住んでるとこあるじゃないですかで。で、どこでもいいんです。だってそこに人が住んでるんですから。で、その中で、あの、新しく、あの、人が、あの、住まなきゃいけないっていうところのナンバーワンになったら、これ、ナンバーワンになったらね、みんなそこに来るってことですから、あの、満室になります、半年です。まあ、それはともかく、まあ、自分この辺がいいんだよねって、まずそんな感じです。どうせ、今、この宿題1で選んだ物件、買いませんので、安心してください。この宿題1で、 えー、自分が選んだ物件とかを買いません。買うための相場をつかむための練習みたいなもんです。でこれ私の,その教えていた、ね、あのコンサルしているクライアントの皆様なんかも大体これをね5回くらい宿題をやってこう着眼こうしてくださいこうしてくださいってやると一番最初に自分が選んだ物件っていうのがどんなに。 使いいいいい物にならならののかっててうのを本人が気づいていくわけですねいや最初これがいいと思って選んでたんだけどこれってよくよく考えたらっていうかもう今この学びのレベルが高まった自分から見たら相当こんなの買ったら終わっちゃうよねみたいな終わるかどうかっていうのはこの買う前にもうその自分がそのか必ず勝てるっていう確信を描けるような物件にこう自分の選んでるラインナップがなってきてるのかどうかあとはこの中から買えるものを買うだけっていう状態になるわけですよね。 で、この値段だったら買います。で、あこの値段で売ってくれないんですね、売ってくれないんですよ、売ってくれないんですよ、あ売ってくれるんですねって言って、それを買ったらその通りになる。で、それがあまりにも自分と関係ないような、こう、行くのに大変なようなエリアだと、特に最初の、最初の物件、一番最初の物件っていうのはやっぱりかわいいんで、何回も行ったりね、自分で手をかけたり、あの様子を見に行ったりしますので、遠すぎるとね、その、 なん,なんとなくそのやりにくいところもあるので、まあ、自分で行けたり、まあ、この地域がいいんですっていうエリアから探していけばいいです。であの別にそういうエリアじゃなくてもいいです。どっかエリアを決めて物件を見る。ね、この顕微鏡で物件を見てください。一体どんなことが表示されていて、どんな写真が上がっていて、ねあので。そういうのやり尽くしたよっていう人でも、これに沿ってちょっと一回やってください。 で分からない言葉を調べてください、ね憲兵率、要積率、ねここではあえて言いませんけれども、そのくらいの言葉を調べたり、自分ですでに知っている人でなければ、到底この先不動産を、あのこれ不動産投資って言ってますけど、不動産経営ですからね、あのやっていける人間にはならないので、まあ、少なくとものそれに売られている本は2冊くらいは読んでおいてください。ね、それであの 検疫率とかねな、なんとか分かんない言葉がない,ようないくらいにそのページが理解できるようになってくると、うん、でそ,れあのそうするとこうだんだん読めて相場が分かってくるようになります。あこの地域でこのくらいの物件でこの間取りでこんなあの平米数だったりいくらなのか、でいくらでだっていうことはあの20年ローンを組めば、ローンは月々いくら、30年ローンを組めば月々いくら、35年ローンを組めば月々いくらっていうのが大体分かるようになってきます。 これ、2、3回計算すれば、すぐね、相場が分かりますんで。で、こう、一通りページを見てみて、ふーんって思ってください。それが大,大切なんです。ふーんって思うのが大切なんです。で、それで写真見たこれ綺麗だ、あ綺麗だけど、これ家賃安いのねあ、これ汚いけど家賃高いのね、みたいな、いろんなのがこう、ね、見ていくと分かるんです。かけた時間なんです、結局。で、まあ、1回目の宿題で選んだやつ、どうせ買わないので、適当に見てね、ふーんと思ってください。 そして、えー、自分が買ってみたいと思う物件を5つ選ぶで。5つ選んでね、選ぶとね、これはね、なぜか愛着が湧いてくるんですよ。あこの物件どうなのか、どこにあるのかな。で、Google マップで調べてみちゃったりしてですね、Google Earth とかね、あのストリートビューでこうポトッと人形を落としてねあ、この辺こうなってんだって、そうやってね、自分が気になったち、これ自分の物件になるかもって思ったんで、ね、調べるんですよ。そうやって調べて、 でまあ、見てね、そこに書いてあるそのいろんな項目をあの物件のエクセルに入力してください、エクセルの、ね、テンプレート、あのその辺にあのどこかダウンロードできるようになってると思いますので、それにこう必要項目を入力していって、この必要項目は、ね、あくまで目安なので、自分でどんどん増やしていってねあの、自分でこれが必要だと思ったら増やしていってください。 まあただね、最終的に使うようになるやつとかも、この後置いてあると思いますけれどもね、ああ、最終的にこうやって見るんだって、今ね、これ、宿題第一で、練習なんで、とりあえずあ、あこ,こんなところを見るのねと入力していって、平米数、部屋いくらかな、2回りは、みたいな、そういうのは少し、のこの Excel でね、5個選んで比較検討できるような状態になっていけば、この宿題は丸です。で、これを3日間続けてください。3日間続ければね、はっきり言って、 もうだいぶ相当プロになってます。で3日間ってことは 5×3 で15個選んでますからね、15個選んだらそのエリアについて相当詳しくなってるはずですよ。で、この宿題をやって、で、その次の動画に進んでいくと、これが面白いんですね。だんだんそれで1回選んでみたけど、うわー、なんかその後ね、さウさんが言ってるやつと違ったわーとかね、ああ あ合ってんだけどなんか違うんだよねとかね、そういう気づきがあるんです。だから一回自分で実習をしてみないとダメなんですね。だからこの宿題の効果は、少し目が肥えてくると。目が肥えてきます。でもね、うん 大体買えるようになった人はこの、ね、この宿題をこう5回くらい繰り返す、これとはちょっと違いますよまた見るところが、ね、変わってきますから、5回くらいこの実習を繰り返すと、あ大体これを買えば、もうあなた勝てますね、この値段で、この物件をこの値段で買えば、買えることができれば、あなたもう勝ちですね、上がりですねっていう、そういう物件が選べるようになっていきます。で、まあリスクも、ね、少ないですねっていうような、リスクゼロには絶対ならないんですかね、必ず、リスクはあります。 で、そのエリアの相場が分かってきます。で、自分がやっぱこのエリアかな、エリアで途中で変えてもいいんですよ。いくつかのエリアを見るのもいいですしね。で、このエリアのことが大体分かってくるでだんだんね、分かってくるとね、あここは賃料が高いのに物件の価格が安いエリアだとか、ここは物件が高いのに賃料が低いエリアだとかね、あの分かってきますんで、まあ、そういうのが分かってくるようになったら、その地域でね、あの面白いと思います。で、次から。 そのこの次にね、あのやる動画の見え方が変わってきます。この実習をするのとしないので、でそのまましないで次の動画見ててもいいですけれども、あのー、やっぱ自分の体験を交えた上でその動画を見ていくと面白いにできてますので、ぜひ宿題をやってみてからやってください。はい、じゃあ宿題のね、実習はまた、あの実際私が操作しているところは別の動画に流れてますので、そちらも参考にしてください。イエース